ところをまあ、サイトを担当しています。先日実行される仕組みですが、ピンではスケールアウトが一番重要だったんですけど、ハイブでは処理フローが順次に実行されるところが一番重視して設計しました。順次実行される仕組みを考えたときに一番やりたくなかったところなんですけども、スクラムなどで定期的に処理のステータスを確認することを避けたかったです。で、先ほど説明した通り、処理の流れがあって、その処理をどこまで行ったとかっていうフラグをデータベースに今入れてるんですけども、そのフラグを毎回チェックして、その次の処理を行うような、スクリプト書いて組んでやるっていうのは、リソースを結構使うんじゃないのかなと思って避けたかったです。で、それが実行された後に自動的に次の処理を実行するようにメッセージがシグナルで通知を行いたかったです。で、通知を受け取った後は次の処理を実行するような観点で今回設定を行いました。メッセージのやり取りの部分なんですけども、メッセージを送る側から説明したいと思います。で、今回はエンジンのソケットを使用して、LookCP サーバーでメッセージを受け取って、決められた処理を順に実行しています。で、メッセージを各処理の最後で送信しています。で、送信するときは次に実行したいコールバックの名前と、そのコールバックで渡す引数をシリアライズして、ソケット中心で送信しています。TCP サーバーでデモを立ち上げてるんですけども、そのデモで送られたメッセージを受け取ります。で、受け取ったメッセージが先ほどシリアライズしたデータなので、アンシリアライズをします。で、アンシリアライズをしたら、先ほどメッセージを受けると送るときに次に行うコールバックの名前とその引数っていうのを渡しているので、最後に指定されたコールバックを復元された引数を渡して実行するようにしています。で、これがメッセージですね。で、事前処理が終わったらその後にメッセージをフローマネジメントデモの方に送信しています。で、フローマネジメントデモはそのデータをもとに次の処理を実行するようにしています。はい。で、ここのハネリアイイベントっていうモジュールを書いたんですけど、ここで実際のデータを送信したり、データをこう実行したら、サーブレスを実行したりよりもここにまとめて書いたんですけども、先にトリガーっていうサーブレスについて説明したいと思います。で、ここが実際メッセージを送信している部分の実装になります。データを受け取って、そのデータの中にコールバックの名前と引数が書いてるんですけども、スケート自身で送らないといけないので、シリアライズします。で、ソケットを使って、ここが先ほど言ったフローマネジメントデモの方なんですけども、そのソケットに、シリアライズしたデータを、送信してソケットをクローズします。で、実際メッセージを送信する部分なんですけども、ここを一旦単体スクリプトで書いている部分を、サンプルして持ってきました。で、ここは先ほどイベントページに定義されているトリガーっていうサブリッションを用いて、次に実行したいのアプリペアクロールっていう、コールバックの名前とその引数をここで選択しています。メッセージを受け取って実行する部分なんですけども、ここがフローマネジメントデモになります。で、ここで TCP サーバーを利用して、リリースのソケットで立ち上げてもを立ち上げています。で、エンベントメトルをついて、メッセージの送信部分とバッファーを読み込んで、メッセージを受け取って、シリアライズしたメッセージをシリアライズして、イベントに実行するようなイベントテームっていうところに、コールバックを実行するような仕組みを作ったんですけども、そのサブルチンに次に実行したイベントの名前とデータを、渡します。先ほどプリペアクロールっていうものを送ったので、ここのデータイベントっていうのはプリペアクロールっていうストリングを、渡すようになります。
ご清聴ありがとうございました。